はじめましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。クリープのないコーヒーなんてと言って分かるか分からないかというのは、これ実は今一つの世代の区切りを表します。というのはこれ正確な統計ではありませんが、今から12年前の西暦でいう2010年、クリープは発売から50周年を数えました。イメージキャラクターに菅野美穂さんを迎え、彼がコーヒーで私がクリープだったらいいなとかっていうメヌエットのメロディーの替え歌で CM がオンエアされました。テレビの情報を紹介するサイトナビコンさんによりますと、この菅野美穂さんの CM がこの当時で5年ぶりのテレビ CM だったと伝えております。よって今ことここに至ってクリープのないコーヒーなんてということを知らない若者少なくないんです。ちなみにニコニコ大百科によりますと、クリープのないコーヒーなんてというのは、この CM に出演するキャラクターによって言い回しが変わって、あの漫画の神様手塚治虫先生の時はクリープのいらないコーヒーなんて風刺のない漫画と同じだと続いたそうです。他にも懐かしの慣用句としては、気の抜けたサイダーというものはあります。そんな懐かしのキーワードで始まる記事を、火曜日の令和4年10月11日の日刊ヒュンダイ、あ、違った、日刊現代に見つけましたんで紹介します。クリープを入れないコーヒーなんてって感じ、番組が気の抜けた炭酸水のような、あ、とにかくつまらんな。テレビ朝日系の情報番組羽鳥慎一モーニングショーの生放送中、事実誤認の発言をしたとして同局社員でコメンテーターの玉川徹氏が出勤停止処分を受けた5日から1週間番組は毎朝何事もなかったように淡々と進行しているが、ネット上ではハッシュタグ玉川ロスの投稿も目立ち始めている。ただ実際のところ、これタイムラインを見てみると、当該社員の不在を嘆く声はありますが、ハッシュタグ玉川ロスというのは本当にちょっとしかありませんでした。当該社員さんと論調を合わせる日刊現代は、その不在を惜しむかの記事を量産しておりますが、トースポ命名によるこの玉川事件によって、番組への、そしてテレビ朝日への総務省の圧力が加わるかもしれないという話題、小耳に挟みました。その動きを10月12日の夕刊フジより紹介します。テレビ朝日系の情報番組羽鳥慎一モーニングショーのコメンテーターを務める同社社員による虚偽発言で新たな動きだ。テレビ報道を検証している一般社団法人放送法遵守を求める新視聴者の会が、近く総務省などに放送法違反の疑いで同社の社員とテレビ朝日の責任追及を求める申し入れ書を提出することが分かった。加えて BPO 放送倫理番組向上機構にも申し入れをするとのことです。実際夕刊フジの記事によりますと、総務省に抗議の声が届いているとのことです。中には放送法違反してるんじゃないかというものも含まれるとのことです。今回のいわゆる玉川事件というのは、同業のというより安倍側で口を揃えて足並みを揃えていた側からも批判の声が上がっているのが特徴で、週刊女性は次の見出しで伝えております。社員さん、菅前首相の弔辞に電通発言で全面謝罪も山ぬ批判、テレビ朝日内もざわつく玉川発言が犯した3つの過ち。3つの過ちとは、スポーツ紙の放送担当記者による指摘で、まず第一に次のことを掲げます。僕は演出側の人間としてテレビのディレクターをやってきましたから、それはそういう風に作りますよ、政治的意図が匂わないように制作者としては考えますよ、当然これ電通が入っていますからね。電通と言いますと、テレビ朝日の売り上げの3割を占めてマスコミ界隈全般に強い影響力を持つ広告代理店です。その電通が関与していないにも関与したと語り、さらに電通イコール悪というようなイメージで語ってしまった。これが2つ目の過ちです。折しも元電通の幹部が東京オリンピックをめぐるスポンサーの選定において、さまざまな捜査を受けている渦中において、企業イメージを損ねる発言であったんではないかということです。ただしここまではテレビ局といわば取引先との関係性です。これだけならば総務省が関与することはありませんが、3つ目の過ちと指摘するところで、いわゆる新視聴者の会と週刊女性の足並みが揃っちゃいました。それが政治的な匂いを感じさせないように演出するという発言です。ちなみにこれあんまり知られていないことですが、皆様大好きなテレビ朝日の社員さんはテレビ局のディレクターさんです。
記者でもなければジャーナリストでもありません。実際のところジャーナリストは自己申告ではいジャーナリストです名乗った瞬間なれるとはいえ、番組ディレクターというのは記者が集めてきたその資料を番組としてまとめるのがお仕事。こう YouTube 番組で説明していたのはやはりテレビ局の TBS の元社員であるジャーナリストの山口紀之さんです。つまり集まった情報を政治的な匂いを感じさせないように演出をしていた。これが事実であるならば今までの印象操作による偏向報道をしていたんではないかという疑惑がぷっくらと浮かび上がってくるという話です。だから新視聴者の会の事務局長の経済評論家の常念司さんは夕刊フジの取材に次のように語っております。玉川氏の発言はマスコミの信頼性に甚大な傷をつけた。視聴者の信頼感が失われるとマスコミがフェイクニュースの流布を正そうとしても、ね、流布を正そうとしても視聴者がそれを信じなくなるという恐ろしい事態になる。何かというと出演者の個人的な口から出任せを追求するのではなく、マスコミの全体の信頼を傷つけたんではないかと。それは放送行政の根幹をグラングランと揺るがす事態で、これについて総務省は叱るべき手段を。といったところで、これいささか大げさに思われるかもしれませんが、実はこここそが玉川事件の本丸なんです。私はあの椿事件の舞台となった久米宏さんのニュースステーションの初代プロデューサーで、現在もテレ朝のプーチン大統領的なみたいなっぽい存在である早川博史会長以下による、鍵括弧をつけておきますが、テレ朝の組織的犯行だと見ております。そしてこの仮説が事実であると判明したならば、完全に放送法に抵触します。放送法に違反した時、最大の処罰というのは放送免許をみょいって取り上げる停波です。これ総務省の公式見解です。一方今どうにかこのモーニングショー、そして社員さんを擁護しようという動きがあるんですが、無理筋です。説得力に欠けるんです。一例を挙げておきますと、やはり日刊現代の次の見出しの記事です。いわゆる玉川発言は沈下せず、 NHK 解説委員岩田明子氏の時はとして、番組発言炎上騒動の大違い。何かというと、安倍元総理に近かった元 NHK の岩田明子さんが NHK 時代の発言はデタラメだったとした上で、岩田さんは処分されないのになんでテレ朝社員だけ処分されるんですかというネットの声を紹介したものです。これ2点の間違いがあります。まずテレ朝と NHK は別の組織です。続けてテレ朝の社員さんはディレクターであり記者でもなければジャーナリストでもありません。そして取材どころか基本的な情報も踏まえていなかったのが今回の電通発言です。なぜそう断じることができるというと、いずれも公開情報で確認できることを確認していなかったからです。国葬儀に電通が関与していなかったことは、国葬儀の入札において村山という会社一社が応札したということで、ギャースかギャースか大騒ぎしましたが、この村山さん今年の3月に日本テレビホールディングスの 100% 子会社になっております。次に電通の演出だというデマは、菅義偉前総理大臣が語った安倍元総理とのエピソード、その菅義偉前総理大臣がもう各所で語り尽くしている話です。いずれも公開情報だけでデマだと確定した話なんです。対して岩田明子さんの NHK 時代の発言について、日刊現代は米朝首脳会談を例に次のような批判の声がネットにあったと紹介します。岩田氏はこの時会談場所についてトランプ大統領に進言したのは安倍首相などと解説、まるで安倍氏が首脳会談の橋渡し役を務めたかのような発言をしたため、ネット上ではなわけないだろう、それができるなら日朝会談やってるよ、対話のための対話しないと北は突っぱねていた人の言うことが北朝鮮が聞く、歴史的な会談の解説で公共放送がひどい嘘、安倍政権のためなら何でもあり、失礼しました、心の声が漏れました、といった指摘が相次いだのだ。もはやこのことの真相を知るのはドナルド・トランプアメリカ前大統領しかいません。一方の安倍元総理に尋ねることはできないからです。ただしトランプ前大統領から電話でいろんな相談を受けていたという話は安倍元総理に近い高橋洋一先生などなど幾人もが語っていることです。また何より安倍元総理自身が総理を退いてからトランプさんからね、いろんな相談を受けていたということを各種テレビ番組などで語っております。
そしてこの元 NHK の岩田明子さんがどれだけ安倍元総理と近かったかといえば、当初バンキシャとして張り付いてから20年の歳月が流れ、凶弾に倒れる前夜にも安倍元総理と電話でやり取りをしていたと文春オンラインの方に寄稿しております。つまり比較することすらできないようなものを並べて日刊現代は必死に擁護しているということです。一方、今テレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーには第2の玉川さんが生まれようとしてるんではないかという疑惑が、ジドコーン、毎週水曜日のコメンテーターを務める社会起業家と紹介される安倍俊樹さんです。直近の10月12日の放送では、岸田総理のご子息が政務秘書官に任命されたことを入り口にして政治家の世襲はいかんあかんという論調で取り上げておりました。解説に招かれた政治ジャーナリストの田崎史郎さんは世襲のメリットデメリットを解説しておりましたが、コメンテーターの安倍俊樹さんはこの説明に納得しません。そして当選回数に上限を設けろだとか、世襲議員ばかりだから日本が停滞している、そんなことを繰り返して意見を曲げはしません。仮に当選回数に上限を設けるんであれば、これ憲法を改正しなければできない話です。しかし憲法改正については触れはしません。こんなところもテレ朝社員さんにそっくりです。何より世襲をめぐる批判というのは13年前に決着がついているんです。あの悪夢の民主党政権が誕生した瞬間です。鳩山一郎元総理大臣をおじい様に持つ鳩山由紀夫さんが総理大臣になりました。これを世襲だと批判しなかった時点で、ワイドショーにおける世襲の議論というのは終わっているんです。当時はモーニングショーではなくその前身番組でしたが、民主党政権の前の麻生、福田、安倍、ついでに言うと小泉政権に至るまで、ひたすら自民党の世襲を批判していたんです。ところが、鳩山由紀夫総理大臣が誕生した瞬間からこの世襲への批判が、とばかりにピタッて止まったんです。白がこう言ってます。ダーブスターつまり民主党政権が誕生した時も政治的な匂いを感じさせない演出が行われていたんではないかということです。なおその当時から現在番組への出禁状態になっている社員さんも番組に関与しております。出演もしておりました。そんな13年前に自分たちで決着をつけた世襲について今更引っ張り出してきて自民党を批判するのに使ってるということはこういうことになってしまいます。ガンガン政治不安を煽っていきましょう。で、安倍さんいなくなっちゃった。玉ちゃんもいなくなっちゃった。じゃあ、第二の安倍を出して、そしてね、社会をガタガタの目で伝説して、第二の椿事件あ、バレちゃった。と、これが冗談でないほど、番組、またはテレビ局、テレビ朝日の意図が今疑われているということです。実際のところ、新視聴者の会による申し入れがあったからといって、これによる停波というのはハードルが高いかもしれません。しかし、とある番組が一貫して変更報道をしていることが明らかになったときに、その番組が、消えた、やったーとなることをうっかり期待してしまう今日この頃でございます。日刊現代が伝えた番組を応援する声に、クリープのないコーヒーなんてね、今時の若者が知らないような比喩が使われている。つまり、若い視聴者の皆さんが、消えた、どうもとなっているかの現実をうっかり見つけちゃいそうになりました。なお、新視聴者の会の申し入れがなされなければ行政訴訟という手段があります。もはやテレビはやりすぎました。なぜなら旧統一教会の報道を通じて安倍元総理を襲ったテロリストに足並みを揃えているからです。犯罪者の願いを成就させる、こんなことを許しちゃなりません。具体的には総務省へのご意見愚痴になるものがあります。というわけでみんなで頑張っていきましょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。より良き表現空間のためフィードバックよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
外交安倍晋三完全勝利説というものが出ながらにモルゲストよって答えたんでがモルゲストよかって紹介した赤が勝ち羽生くんすごい宇野くんすごい日本別にすごくないだってあなたに会えたからと番組に最後の最後までお付き合いいただいた皆さん突然ですがじゃんけんタイムみやちゃんじゃんけんじゃんけんパー私がパーなのでチョキを出したあなたブイブイブイビクトリーおめでとうございます私と同じパーを出したあなた違いますね今回ダブルで送っておきますハンドパワーミミ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 ミそしてグーを出したあなた頑張っそれでは本当のバイバイ